こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。はい、今日無課金サバタ柴犬丸と、無課金サブサバカ闇属性縛り長老で、まんじゅチャレンジに向けて、まあ、まんじゅチャレンジのね動画を一番早く出せれたらいいんですけど、まあ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 現状の戦力だとちょっとね、ちょっとね無理そうなんですよね。で、ちょっとね、あ、データ更新された。ん？はいはいはい、データ更新されましたね。何が変わったんやろ。はい。はい、何が変わったのかわかりませんが、はい。魔法石10個。流刑士&流刑士フェスで、ちょっとね、戦力補強をしていきたいと思うんで、ガチャを引いていきたいと思います。ユーザー情報、購入歴、無料配布20個ですね。柴犬丸はね、ちょっと動画にしなかったんですけど、魔法、さっくりね、チャレンジ14は勝ててたんですよ。あと15だけなんですけど、はい。ちょっと動画にするタイミングを見失いました。はい。それでは、狙いがですね、ま、最近、笑いじゃないです。強いという、話題の、はいはい、話題と強いが混ざっちゃったね。言えてへんが。はい。黒飛び狙いで、と見せかけて、実は、このね、長老で引き当てた、ダイヤ、ゴールド、まあ、グリーンガチャドラだったり、はい。あとは、まあ、この人何やったっけ？羅生門みたいな名前でした。ちょっと名前忘れた。と、あとね、このラインナップしかない、ちょっとファスカをね、いないんですよ、このアカウント。だからランク上げもできないんで、ランク上げファスカ必須みたいな、はい、みたいなとこあるんで、はい。実は、2番手、3番手、そっちで。まあ、1番手、黒飛び。で、いきたいと思います。はい。それとね、それもガチャ押しとるんや。はい。2回だけね。はい。もう全部使ってもいい。もうこれで、終わってもいい。だから、金卵って何？このタイミングで、ドゥルガーに魔法石出費10個は痛いよ。また転生しかしていいんや。これはちょっときついですね。それでは柴犬丸、ちょっとラストね。はい。ちょっと無欲になるかな。はい。はい、はい、あれ、はい、はい、ダイヤ、よし、イエーイ、またがね、社会だ。前の動画、ご存知の方、いらっしゃると思うんですけど、僕ね、ほんまにガチャ、何かしらの携帯のガネーシャが出すぎてて、ほらほらほら、ガネーシャほらほらほら、めちゃくちゃ持ってるんですよ。ガネーシャ最強時代来おへんかな。はい。それではね、結果、もうご存知か。はい。それではちょっと長老にバトンタッチします。はい、長老にバトンタッチしました。はい、長老ですね。長老はガチャドラ持ってるんですよ。ワンチャンも長老のアカウントの方がね、もうほんとクリアできるんちゃうかなぐらいね。まんじゅう？裏まんじゅう？そうだよ。まあ、こっちもデータ更新かな。何が更新されたんや？よし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 。4月のクエストダンジョン。はいはい。これはね、ちょっと14はね、ちょっとまだクリアできてないんですけど、もうちょっとクリアできそうで、ちょっとまあパズルミスが原因で負けちゃったんですけど、はい。まあそろそろ動画も撮っとかなあかんということでね、ちょっと2日間ぐらい空いちゃったんで、はい。それではね、ユーザー情報、購入歴、魔法石、無料配布、20個です。これも20個です。はい。で、2回引きます。ちょっと横でちょっと待って、柴犬丸のスマホが、ガネーシャがずっと動いとる。10キロ。で、これも流刑士、流刑士フェス。は、狙いはですね、まあ、ガチドラもう一体いてもいいのかなっていうのと、こんな感じだよね。で、まあそこら辺ですね。はい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 。あとは、ミラちゃんとか、本当に闇属性の強キャラがただただ欲しいっていうことで、はい。もうここの、上から、腰穴は全部欲しい。だって、大概闇落ちしてくれんもん。ということで、はい。2回。1回目。はい。よし、来た。いや、これはガチドラかな。ガチドラ、カモン。カモン、ガチドラのお腹から、ガチドラ。あ、え、誰？
メタルハマルグレイモン作ってへんから、はい、僕これありっすね、ありっすね。あ、進化から見れへんのか。ハマル持ってなかったんですよね。あ、これは、これは、まあ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 、ちょっと唯一の収穫というか、はい、唯一というか、はい。で、もう、ラストとなります。はい。はい。ダイヤ。よし。にー。ほんまやて。ほんまやて。ほんまやて。いや、もうさ、出すぎやねんってガネーシャ。なんでこんなガネーシャに好かれとるん。こんな感じともう頂点性をね、狙い撃ってるますけど。ガネーシャもう出てくるやったら、はい、武器化してえなぁ。ガチャは散々でした。はい、それではね、ここからちょっとお知らせも兼ねてなんですけど、はい。私のグッズ、サンプルが届きました。前回ね、告知させていただいた。こういったね、スマホリングで、こうやってね、こう、左手に通してあげて、こうやって、僕、iPhone 12 Pro Max なんですけど、はい。こんな風にね、結構重たいんですけど、ここ通したらね、簡単に、はい。結構持ち運びできたりとか、ゲームに集中できたりとかするんで、ぜひぜひぜひ、概要欄に貼ってあるので、ぜひぜひ、お求めください。買い求めください。あとはね、もう一個出てるのが、ミラーのこんな感じなんですけど、僕のデザインした、はい。このね、開けば、はい。こんな感じで、はいはいはい。この、芝居のね、ここが、こう立て、立つとこになるみたいなね、はい。ミラーとかあるんで、はい。どうぞどうぞ、よろしければ、はい。お買い求めください。これが、メインだったり。それはないんですけどね。ほんまにほんまに環境最強キャラ狙いに行ったんですけどね。ガネーシャしか出ませんでした。はい。それでは、ご最後ね、ご視聴いただきありがとうございます。まんじゅうチャレンジのね、疲れ切った皆様のイライラしたストレスをちょっと解消できればなと思って、この動画を撮りました。それでは最後までお付き合いくださり、ありがとうございます。あ、そしたら、あと夜にですね、ちょっと遅くなっちゃうかもしれないんですけど、はい、メインアカウント、メンバーシップ様限定で、ちょっとまんじゅうチャレンジ、称号チャレンジとか、挑戦していきたいと思ってますので、ぜひ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 、そんなにね、そんなに高額な金額ではないと思うんで、YouTube で設定できる最低金額の、金額なので、はい。いろいろ、本当にね、もう最近毎日、配信とかしてるんで、はい。よろしければ、皆さんも、振ってご参加ください。まあ、ご検討くださるだけでも嬉しいです。それでは、私、お相手、ゆうでした。バイバイ。